アルコール依存症に苦しんだ有名芸能人。皆さん、こんにちは。ロストニュースのお時間です。突然ですが、皆さんはお酒を召し上がりますか？みんなでお酒を飲むのは楽しいですよね。しかしながら、飲む頻度や量を考えないと、アルコール依存症になってしまいます。アルコール依存症は、全身の震えや痙攣、多汗に始まり、重度になると幻聴、幻覚や意識障害を引き起こす。恐ろしい症状。末期の多くの方は肝硬変や肝臓がんを発症して死に至ります。皆さんには、そのようにならないためにも、このアルコール依存症の症状と戦った経験を持つ芸能人の方々のエピソードを今回はご紹介します。動画が気になっていただけた方は励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではどうぞご覧ください。アルコール依存症の症状を持つ芸能人。酒豪が多い芸能界には潜在的にアルコール依存症が多いと言われています。昭和の時代には、男は酒が飲めてなんぼという風潮があり、芸能界では特に酒豪の武勇伝を持つ芸能人は、男らしいという目で見られていました。平成に入り、若手芸能人らにお酒が飲めない人が増えたことで、こうした風潮は過去のものとなりつつあるようです。酒豪で通っている代表的な芸能人の一人に相川翔さんがいますが、20代から30代の頃は年間360日は六本木で飲んでいたというほどお酒好きで知られています。さらにその上を行くのが2017年1月に脳リンパ腫のため亡くなった俳優の松方弘樹さんですが、やはりお酒と病気は切っても切れないもののようです。現在までにアルコール依存症の症状と闘病した経験や噂を持つ個人を含めた芸能人についてご紹介していきます。俳優石原裕次郎さん。石原裕次郎さんといえば昭和を代表するスターでしたが、アルコール依存症ぶりがうかがえる有名な言葉として、ビールは酒ではない水であるというものがあり、撮影所にはビールがたくさん入った冷蔵庫が常設されていたそうです。なんと1日に日本酒を1人で4升も開けてしまう人でした。石原裕次郎さんは大量のお酒を飲んでは吐きを繰り返していたようで、肝臓をはじめとした臓器に相当な負担がかかっていたみたいです。1981年には西部警察のロケ中に石原裕次郎さんが背中と胸の激痛を訴えて病院に搬送され、解離性大動脈瘤と診断されて、生存率 3% と言われ絶望視されましたが、奇跡的に生還。しかしながら長年のアルコール依存症がたたり、1984年には石原裕次郎さんは肝臓がんに侵され、1987年7月17日に肝細胞がんのために享年52歳で死去されています。昭和の大スター石原裕次郎さんでもお酒による病魔には勝てなかったようです。大スターでもダメなら、私たちはもっと気をつけねばですね。歌手美空ひばりさん。美空ひばりさんは昭和の激動の時代にまさに波乱万丈の人生を送っており、歌手として苦難の時代を生きていた頃に身内の不祥事や相次ぐ死、山口組との関係がマスコミに取り上げられるなど辛労を重ねたことで酒に溺れていったと言われています。もともと好きだったお酒とタバコの量が増えて体を蝕んでいったそうです。お酒の飲み方は異常で、1日にブランデー1本半のほか焼酎など大量にお酒を飲み、美空ひばりには神様がついているけど加藤和恵にはいないと毎朝4時頃まで浴びるように飲んでは仕事に行っていたそうです。1984年には福岡のコンサートの最中に体調不良で病院に運ばれ、重度の慢性肝炎と両側特発性大腿骨頭壊死症と診断されて闘病生活がスタートしました。マスコミでは慢性肝炎と発表されたものの、実は美空ひばりさんは肝硬変に進行しており、非常に治癒が困難な状態にあったそうです。それでも歌うことをやめなかった美空ひばりさんは、1988年に最後のコンサートとなった不死鳥美空ひばり in 東京ドーム飛ぶ新しき空に向かってを開催し、立つことさえ厳しい体調の中100メートルもある花道を歩き切って
舞台袖に入ったところで倒れるように養子の加藤和也さんに抱きかかえられ病院に搬送されました。美空ひばりさんは1988年に最後のシングル「川の流れのように」をリリースし、翌年に52歳の若さで間質性肺炎による呼吸困難により死去しました。美空ひばりには神様がついているけど加藤和也にはいないのセリフが胸に響きますね。大スターであるがゆえの心の隙間を埋めるのがお酒だったみたいですね。私も一人寂しい時やイライラした日などに結構飲んでしまいます。やけ酒です。皆さんもそんな日があったりしませんか？歌手尾崎豊さん。尾崎豊さんは1970年代80年代の学歴社会が顕著だった。息苦しい社会に対する怒りをぶつける歌を歌い、若者の代弁者として熱狂的な支持を得たアーティストでした。尾崎豊さんは1980年代まで圧倒的な支持を得ていたものの、自身の成長とともに音楽の方向性を見失い、苦悩の日々を過ごすことになります。その果てに覚醒剤やお酒に溺れていってしまいました。尾崎豊さんは20歳の頃に曲を作れなくなりスランプに陥ったことから、突然活動休止を発表して模索のために渡米しました。しかし、もともと尾崎豊さんは境界性人格障害や双極性障害を抱えていたと言われており、スランプのプレッシャーもあり、ニューヨークでお酒と覚醒剤に溺れていってしまいました。その後尾崎豊さんは何度か自殺未遂をしていますが、母親が急死した1991年の翌年に後を追うように26歳の若さで死去してしまいました。ここまで見てくると、スターの孤独や闇を埋めるためのお酒のあり方が見えてきます。女優遠野なぎこさん。遠野なぎこさんは過去にいきなり黄金伝説に出演した際に異常な手の震えを見せていたことから、アルコール依存症だと噂されるようになりました。一部の視聴者から、放送していいのか、完全にアル中だろといった批判の声が上がっていました。遠野なぎこさんは休日はほぼ一日中お酒を飲んでいると公言するほどの大酒飲み。お酒を大量に摂取している理由として、過去に母親からの壮絶な虐待による精神不安があるそうです。また加えて、中学校時代にいじめを体験したことから強迫性障害に陥り、近年オフィシャルブログで闘病が続いていることを明かしていました。ですが、遠野なぎこさんはアルコール依存症と報じられていることに対しては否定しているようです。しかしながら、2013年にはお酒絡みで肋骨を骨折したり、朝起きたらすぐ冷蔵庫開けてテキーラ取っちゃう、だからいつも具合悪いと本人がテレビ番組で告白するほどです。しかしながら、遠野なぎこさんは人間ドックも血液検査もしていると語っていて、健康管理には気を配っているとのことです。健康でこれからの活躍も期待したいですね。俳優坂上忍さん。坂上忍さんのアルコール依存症のエピソードで有名なのが、メイン MC を務めていた番組バイキングで出演前後に楽屋でお酒を大量に飲んでいたそうです。またタバコの量も自著でも1日に80から100本吸うと明かしており、完全なチェーンスモーカー、ヘビースモーカーのようです。坂上忍さんはまさに破天荒という言葉が似合う人物で、約20年前には飲酒運転で電柱に衝突し、パトカーに20分間追いかけられて逮捕されたり、また幼少期に父親が事業に失敗して2億円の借金を背負うことになり、子役として家計を助けていたようで、中学校時代にはいじめも経験して自殺を考えたこともあったそうです。アルコール依存症であることをカミングアウトしているわけではありませんが、飲酒は365日です。飲む頻度は嫌なことの回数説に合ってるな、それ。量は多少減ってきましたけど、毎日いただいていると語っていました。お酒はやはり華やかでありながら熾烈な世界である芸能界において、日々生きるための潤滑油のような存在なのかもしれませんね。お笑い芸人福田光則さん。2006年に M1 グランプリに優勝したチュートリアル
人気絶頂期にあったにもかかわらず、当時結果が残せていないと感じていた福田さんは飲まないと眠れず酒浸りの日々を送ったのだといいます。収録の合間にもお酒を飲み始め、これはあかんと思った徳井よしみさんが話し合ったそうです。福田光則さんはアルコール依存症による多量飲酒により2011年に急性膵炎を起こして入院し、退院した姿は激痩せ。福田光則さんはアルコール依存症の合併症である急性膵炎でした。体重は45キロまで落ちるほど壮絶なものでした。入院中は1週間点滴のみの生活が続き、膵臓を休ませるため医師からは食べることはおろか水一滴ですら摂取を禁じられていたという入院。毎晩水の夢を見たと苦しい闘病生活を語り、現在は禁酒できているとのことです。本当に良かったですね。現在は体型も元に戻ってお笑い番組で活躍されている姿を見せてくれています。女優川島なおみさん。川島なおみさんは2015年9月24日に胆管癌により逝去されましたが、生前は無類のワイン好きであり、私の血はワインでできているというフレーズは話題となりました。仕事のある日でも朝晩にワインボトルを開けることは珍しくなかったようです。自身の血がワインだと語るほどなくてはならないものだった川島なおみさんですが、医者によればお酒を常飲している人は慢性的に肝臓が炎症を起こしている状態で癌を発症しやすいということです。川島なおみさんは肝臓の中にある胆管に腫瘍ができる胆管癌が見つかり、すぐに手術を勧められたものの拒否し、翌年1月末に命を預けられると感じた医師により手術を受けました。川島なおみさんはあらゆる治療を受けて癌を取り除くことに成功し、オフィシャルブログでも完治したと発表しましたが、2014年7月に再発してしまいます。この時に夫であるパティシエの鎧塚俊彦さんには医師から川島なおみさんの余命が1年未満であることを告げられていたそうです。自身の余命を知らなかった川島なおみさんはソロライブの復帰を目指して闘病していましたが、2015年9月24日に胆管癌のため54歳の若さで逝去されました。ワインは健康にいい、ワインは他のお酒とは違うから大丈夫と私も思っていましたが、やはりほどほどにしないと体には害があるんですね。私もほどほどを気をつけていきたいと思いますと言いつつ飲みすぎてしまう日が多いですが、お笑い芸人横山やすしさん。西川きよしさんとのお笑いコンビ通称やすきよで一躍注目を浴びるようになった横山やすしさん、1996年に亡くなりましたが、死因はアルコール性肝硬変でアルコール依存症が原因だと言われています。飲みすぎのため入院をされたりしましたが、懲りずに飲酒を続け番組に酒気帯びのまま出演したり飲酒運転をしたりもしていました。しかしながら吐血により入院した際、医師よりこのまま酒を飲み続けたら10年で死ぬと警告されていました。しかしそれを無視した結果、本当に10年後にアルコール性肝硬変により逝去されました。亡くなった前日に大量にビールを飲んだことですでに弱っていた肝機能が急激に低下し死に至ったとされています。先ほど少しお話したように、実は私もお酒が大好きなのですが、やはりほどほどが肝心なようですね。皆さんはどのくらいの量頻度でお酒をいつも召し上がってますか？ぜひコメント欄にて教えてください。私も参考にさせていただきます。それでは本日はここまで。また見てくださいね。